ちょっとお社がお花に当たったみたいですね。はい、それでは、シュカレッコのステージ今からお楽しみいただきます。皆さんにまたお待ちしたいと思います。皆さんこんにちは、ありがとうございます。島根県観光キャラクター島根っ子です。あ、ありがとうございます。今日は島根っ子のお家で年末イベント島根っ子の年末にゃんこにゃーというのをしていました。ね、衣装もサンタさんだね。今日はちょっと特別な衣装できました。はい、島根っ子のお家はここ松江フォーゲルパークの入り口の横のところにあります。今日はクリスマス前ということで飾り付けをしたりクリスマスソングを披露したりね、とっても楽しかったね。何披露してるの？なんか合気道みたいな風に見えたわ、見えたんだけど。あ、そうそう、今日はお友達にお知らせすることあったんじゃない？島根っ子年末といえば新しい年のご挨拶、年賀状の準備、皆さんお済みですか？ね、島根っ子この間ね、郵便局に出しに行ったよね。皆さんが年賀状を作るときに無料でダウンロードして使える年賀状テンプレートがあります。え、びっくりしてる。え、この間みんなにお知らせ、ね、郵便局にね、お知らせに行ったりもしたんですけれども、インターネットで島根っ子年賀状って検索してもらうとね、出てくると思います。来年2020年は島根っ子がデビューしてから10周年を迎えることから、10周年記念のね、ロゴを使用したデザインもあります。ぜひチェックして使ってみてください。そして島根っ子にも年賀状を送ってねキャンペーンやっています。島根っ子に年賀状を送ってくれたお友達に島根っ子からオリジナル年賀状を送ります。さらにその中から20名のお友達に抽選で島根っ子グッズをお年玉としてプレゼントすることになっているので、ぜひ皆さんからの年賀状、島根っ子も欲しいにゃーってね、言っていますので、ぜひ宛先は島根県庁島根っ子宛て、締め切りは2020年1月10日必着です。しっかり島根っ子からお返事が送れるように、詳しいことはホームページの方確認してください。みんなからの年賀状ね、島根っ子楽しみなんだよね。ね、送ってじゃんって言ってます。ぜひ送ってください。よろしくお願いします。え、なになに、踊るのね、ダンスが踊りたいにゃってうずうずしてきちゃったみたいです。ね、パックンもさっき一緒に踊ってくれてありがとう、また踊る。ね、島根っ子のダンスといえば島根っ子の歌、今日はさっきも踊ったから、じゃあ練習はいいとしてドアップしてみましょう。じゃあたくさんお友達集まってくれたので、島根っ子の歌のダンス今から踊りたいと思います。皆さんよかったら手拍子で応援をお願いします。まねっこして一緒に踊ってくれてもね、いいよね。はい、ぜひぜひノリノリで一緒に踊ってください。はい、じゃあ
い？はい。では、島根っ子の歌です。ミュージックスタート。5回も今まで優勝していて、美肌県としてね、
山田県島根ということで知られています。初めて聞いたという友達もいるかな。そう、その美肌になれる秘密が島根にあるという、あるのではということで、その秘密を、みんなに知ってもらうために作られたのが島根県民の美肌を再現したヌーディータピオカパールというタピオカその滝肌ドリンクが最近飲めるようになったんだよね、島根っ子。なんか東京のおしゃれな表参道でね、飲めたりとか。あ、それは12月28日までなんだって。そして島根県内でも最近、今はね5カ所でね販売を行っています。詳しくはタピハダっていうのも検索ぜひしてみてください。で、なんかね この感じのだけじゃないんだよね、味もね3種類あるのでぜひぜひチェックしてみてください。あ、もういっぱい飲んだはい、では島根っ子はこの後あちらの奥の方のハートのお花のところの前で皆さんと一緒に記念撮影をしたいと思っています。こちらから移動して撮影をします。ぜひね、カメラをお待ちの方は集まってください。